個別指導キャンパスは新教育総合研究会株式会社が経営する学習塾である。略称はコベキャン、キャンパスなど、全国約330教室に約1万7000名の生徒が在籍している。個別指導キャンパスの教室外観先生1人に大使生徒1人から3人までの個別指導。授業時間は小学生40分、中学、 高校生80分の主に2通り。低価格で高品質な授業が、売り成績が上がらなければ3ヶ月間授業料免除となる成績保証制度を業界でもいち早く導入し、絶対に成績を上げるをモットーに、地域に密着した教室展開をしている。オリジナルの個別指導専用教材を使用するなど、様々な工夫がされている。中学生3人がキレキレダンスを踊る CM。 撮影場所は大阪にあるフェスティバルホール。成績うなぎぼりのキャッチフレーズで女生徒がダンスを踊る。うなぎと言いつつ土壌救いをしている疑惑がある。撮影場所は大阪千日前のアジエンビルにあるユニバース。織田信長をはじめとする偉人たちがダンスをする CM が放映されている。CM に出演している偉人は織田信長、聖昌納言、豊臣秀吉、 ピタゴラス、ナポレオン、ニュートン、リンカーン、レオナルド・ダ・ヴィンチ、クレオパトラ、西郷隆盛、シェイクスピア。2018年よりタレントの竹村美桜がイメージキャラクターに就任していた。2020年からはタレントの立花のゆりかがイメージキャラクターに就任している。奈良テレビ放送、コベキャン TV から YouTube などの冠番組も放映されている。 新教育総合研究会株式会社は個別指導キャンパスを展開する企業。小、中、高校生を対象とした個別指導塾を大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、愛知県、愛媛県、東京都、千葉県、埼玉県で展開している。有料成長企業として多数の受賞があり、 1> 第1回学生に教えたい働きがいのある企業対象や人材力100社認定第5回ホワイト企業対象特別賞を受賞している。ありがとうございます。